皆さんこんにちは、中島ナビ塾の中島です。この動画は私が開発した速読法、30分で本を読んで2分間紹介するポストイットリーディングを実際にこの動画の中で用いて本を読んで紹介していきます。今日読む本はこれです。大迫さんの監督じゃないですね、コーチやってましたサーシャ・バインさんの心を強くするです。これ本屋さんで見かけてですね、なんで買ったかっていうと、コーチ変えたんですよね。でそれ以降、大迫さん1回戦負けが続いてるんですね。なので買いました。要はそれほどこのサーシャさんの力が強いのかなと、影響力がある方だったのかなと思って、でその中身について知りたいなと思って、本屋さんで横置きでありましたので、これを買うしかないと思って買って、これから読んでいきます。では30分でスタートです。はい、お久しぶりに、タイマーが鳴るまで読んでたような気がします。はいですね、じゃあ30分経ちましたので、2分間紹介していきます。はい、今日ご紹介するのはサーシャ・バインさん著の、心を強くするです。これです。はい、この本を一言で表すとですね、自分の人生に寄り添ってくれるメンタルコーチです。まあ、ここ裏のところにですね、あなたの人生を変えるメンタル教本として、まとめた特別な本ですと、まあ、日本人のための特別書き下ろしっていうふうに書いてあるんですけども、いやもうまさにというところですね。全部でですね、1章から5章までありまして、その中でその50の、まあ、ここに50のルールってあるんですけども、それについて書かれて、でその表題について、解説が、まあその実際の彼のコーチとして、もちろんその大坂なおみさんとの、コーチングのところをシュートしながら、で最後、説明があって、で最後まとめも書いてあって、とても丁寧に作られた本です。はい、でですね、まあ、特にいいなって思ったのはですね、まあ、いいことばっかりなんですよね。はい、で私もコーチ業をしているので、あこういう時こういうふうに言うよねとか、例えばテニスであれそうでないことであれ、結局、その相手の自己肯定感とか、その、まあ、いわゆるエフィカシーを高めることがコーチの役割であるので、そこの共通点っていうのはすごい多いなって感じつつも、実際にじゃあ今の自分の自身、中島自身の課題に対してどういうふうに向き合っていけばいいのか、どういうふうにリフレームしていけばいいのかっていうのをこの本を読みながらすごい感じさせていただきましたですね。ただですね、まあ、すごい方だったんだろうなっていうふうに思います。でどこがすごいかっていうと、そのサーシャさんをコーチ解任してから本当に勝ててない理由がちょっとよく分かったかなっていうふうに思いますし、正直ですね、今のコーチの方の本もあればみたいなっていうふうに思うぐらい素晴らしい方だなっていうふうに思います。もし続けてればもうちょっと今シーズンのですね、今シーズンというかその以降、はいの試合の結果も変わったのかなって思ってしまうとちょっと残念な気持ちではあります。はいですね、いい本です。はい、やっぱなんか最近いい本っていうか、まあいい本だと思ってるから読むわけなんですけど、ぜひですね、まあそういうテニスやってる中高生には読んでもらいたいなっていう人も思います。私昔その軟式テニス、今はソフトテニスって言いますけど、やってきたところがあるので、スポーツであったりとかそういうのをやってる子がその頃からこういうのを読んでいたらまたちょっと違うのかなっていうのもあります。自分自身のためにっていうのもそうですし、周りの方にですね、もちろんお子さんもそうですし、甥っ子さんとか、まあ、いろんな知り合いの方とかでそういうスポーツに挑んでる若者がいるんであれば、その方にも、ぜひ教えてあげて、読んでもらいたいなって思う、すごいいい本でした。はい、いつものように Amazon リンク貼っておきますので、興味あればというかですね、まあ、ぜひ読んでいただきたいなっていう風な一冊です。はい、
今回の動画はこれで終わりにします。ぜひですね、動画の高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。